ポパイがすごい好きな雑誌だったんですよ。そこでいつもかっこいいなって思うページがあって、それがいつも北尾さんって自分の師匠のページだったんですよね。靴を汚すみたいな、ああいうのもやっぱり幸一郎さんとか北尾さんの影響っていうのは僕の中ではすごく大きくて、やっぱり靴なんて汚れるわけだし、いつも綺麗じゃないわけじゃないですか。服も洗えばシワになるし、そういうシワになった服を先輩たちは使ってたんですよね。それがすごくかっこよく僕には思えて、美しいシワというか、そういうものが僕の見たポパイのページにはすごく強くかっこよく写ってたんですよね。私やっぱり雑誌がすごい好きで、今でも雑誌好きなんですけど、なんかこう雑誌に関わる仕事がしたいっていうのは一つあって、なんかやっぱりこう自分が雑誌を見てすごいこう夢を膨らませてた方なので、夢があるっていうか、なんかこうストーリー的になっていて、だからそれを見てこの服欲しいっていうのももちろんあるんですけど、っていうよりはなんとなくそういうこういう世界観がいいなとか思ったりっていうことの方が多かったですかね。だから自分がこうスタイリストになるっていう時も、後々までこうなんだろう、イメージが残るようななんかこうページ作りができたらいいかなとは今でも思ってますけどね。ペーパーをリニューアルしたいという話を受けて、ポパイのテイストを全面にペーパーに押し出すのではなくて、何かそのユナイテッドアローズのペッパーというものがまたちょっと変わって面白くなったなというようにするには、どんな表現が必要かなと思った時に、まあタブロイドという形で本当にタブロイドの新聞を読むように写真を見たり記事を読んだりデザインを楽しんだりということで、少し手元に置いておきたくなるような1週間ぐらいパラパラ見ながらそのシーズンの洋服のことを考えられるようなものにできるといいなという感じで考えてましたね。上品ですよね。なんかやっぱりページがすごく品があるっていうか、ストイックにやっぱ仕事をする人だなっていうのはなんか思ってて、一つの完全にスタイルを作ってるというか、結構人のなんか考えてることとか気持ちとかをこうすごくなんか読み取る能力が高いというか、なんかそういう気持ちを理解すごいして仕事をしてるんだなっていうのがすごい感じます。パリコレクションとか毎シーズン行ってて、そのモードのことも知ってると思うんですけども、そのにあと金子さん独自の趣味のこう山物だったりアウトドアっぽいものとか男の子っぽいものとか、そういうのがこうミックスしてるスタイリングがすごい金子さんっぽいスタイルだなって思うんですよね。ペーパーは物を売るために作ってるっていうのもあるので、それすらも全部取っ払っていいっていうことであれば、もっとなんかリアリティのあるスタイリングにしたいっていうのはありますね。僕はあまり色をたくさん使ったり柄を使ったりっていうそういうスタイリングはあんまり好きじゃないんですよね。個人的にはすごく地味なものが好きだったり、どこにでもあるようなものが何かちょっとしたことで少し変わるっていうような、そういうスタイリングの方が僕は好きなので、まあ、僕の好みですけどね、そういうのはなんかやれたらいいなとか思いますけど。女の子の服ってやっぱりすごくこうトレンドもありますし、流行りもいろいろどんどん変わっていくと思うんですよ。で、洋服の形もすごいいっぱいあるじゃないですか。で、男の人は例えばもう本当にシャツ、ジャケットってある程度こう物が決まると思うんですけど、女の子はすごくこう本当に毎年毎年違うものも出てくるし、でしかもこうやっぱり新しいトレンドとかっていうのは女の子はすごいみんな好きだと思うんですね。だからもちろんそれを組み入れつつ、せっかく自分が何か関わる仕事の時はなんかやっぱり自分がこう表現できてるようなスタイリングができたらいいなと思います。